皆さんこんにちは。今回の動画は岐阜県平井温泉に宿泊した様子をご紹介します。北アルプスの麓、奥飛騨の大自然の中にある平井温泉、のんびりした時間を過ごすことができました。このチャンネルでは登山の様子と様々なお宿、また我々が行った旅の動画をご紹介するチャンネルです。ぜひ皆さんの旅の参考にしていただければと思います。この動画が参考になった、良かったと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。さあ今回の旅に出発しましょう。
皆さん本業がありまして、高山市の古い町並みのザ観光地という古い町並みで久田屋さんという郷土料理と言いますね、郷土料理屋さんをやってます。もし片山に行かれる方がいましたらぜひ、すごく有名なあのところですね、の会社です。白エビの唐揚げと、はい、タケノコご飯。ありがとうございます。私は茶碗蒸しと、はい、おそば。おそばです。ありがとうございます。おいしい。こっちは野菜とそう。生なの？芋じゃない？全く色を使う。つまみに最適。つまみに最適。一番大事。冷たいおそば。一個飲みたら。ありがとうございました。
頭が隠れちゃったね。相場高かったけどね。こちら様にございますのが、飛騨と佐賀の言語ジュースでして、ぜひご目覚め会にお召し上がりください。こちら、ほうぶみさんのお料理でしょう。時間5分ほどかかりますので、見つけてください。笠原君、もう本当にピョンって見えるの。今日、ちょっと良くないの。そういうことか。ホタカはあっち。見えない。ホタカからこうやって向こう見てる。